すする TV。 ゼルゼル、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで、相変わらずやってるんですけれども、辛い人はいえども、最近汁なし担々麺食べてなかったんじゃないかということで、こちら来ちゃいました。どうも、JR 秋葉原駅から徒歩6分ぐらいなどなどのところにあります油林坊秋葉原店さんにお邪魔してます。汁なしと汁ありの両方の担々麺があるお店で、本場の四川の方も絶賛されるほどのね、担々麺出しているということで、いやー、早く行きたいっすね。早く行きたい。レッツゴー。さあ、ユンリンボ秋葉原店さん、親切な写真付きの食券セットです。今回は汁なし担々麺と小麻婆丼のセットでファイナルアンサー。担々麺の辛さは調節できるみたいですが、初めてなので普通でいかせてください。来ました。こちらがユンリンボ秋葉原店さんの汁なし担々麺と小麻婆丼のセットです。おい、麺が見えないほどに覆い尽くされたひき肉と大量のナッツ、麻婆丼もゴロッと大きめの豆腐が魅力的です。それでは早速優勝いきます。まずはセットについてくるザーサイともやしのナムルを食らってみると、ごま油の風味がしっかり効いていて、これだけでご飯4枚はいけちゃいそうです。さあ、速攻でナムル全部食らったら、汁なし担々麺を大胆かつ丁寧に、それでいてセクシーに混ぜていきましょう。ナッツの香りが存分に漂ってきたところで、いきますよ。ソーレイ、うひゃー。ひき肉にしっかり味付けがされていて、なおかつ中太の麺からはしっかりと小麦の風味も溢れています。辛さやしびれはそこまで強くありませんが、濃厚な味わいがいつまでも味覚の美味しいを満たしてくれますよ。さあ、ごくりと湧き出る食欲を飲んで、さらにもう一発すすったら、待望、希望、麻婆丼。早速一口分すくい上げて食らってみた感想は、おへー、汁なし担々麺よりは少し辛さのパンチが強く、こちらも濃い味なのでご飯によく合います。絶妙なとろみ加減もグッドで、少し汗もにじんできたので帰ったらシャワー浴びますね。ではもう一度担々麺に戻って麻婆と食べ比べ、勝敗はこの後すぐ起動します。いつもすする TV を見てくださってる皆さん、ありがとうございます。この度すする TV チャンネル登録者数5万人を突破しました。つきましては、日頃の感謝の気持ちを込めてプチオフ会みたいなものを開催したいと思ってます。合計で3箇所、すするが予告した場所に出没しますので、メモのご用意お願いします。まず1箇所目はすする TV スタートの地となった高田の馬場、2箇所目は200回記念の地横浜、3カ所目は関東近郊のこちらの中からくじ引きで決めたいと思います。はい、では行きます。宇都宮というわけで、宇都宮になりましたので、宇都宮の皆さんは準備しておいてください。あ、日付はまた後日お願いします。よろしくお願いね。さあ、担々麺と麻婆の美味しさ対決はなんとドロー。どっちが美味しいとこではなく、みんな違ってみんないいんだなってな感じで、麺をすり切ってって麻婆もある程度食らっていったら、具沢山ゆえに残ってしまったひき肉とナッツをご飯に投入してガワン。見た目は納豆、香ばしいナッツに包まれたひき肉の甘みと麻婆の辛み、その二重層はまさにデュエットです。というわけでラスト一口を食らって、本日も完食と見せかけて、セットについてくるスープを最後に飲んで完食でした。大変美味しくすれました。程よい辛さとボリューミーな具材で大満足のセットでした。ではゴストレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ユンリンボ秋葉原店さんに行ってきたんですけれども、いやー、美味しかったですね。辛さもしびれも共に控えめで、かなり食べやすい汁なし担々麺でした。なんといってもね、やっぱ汁なし担々麺に入ってるあのひき肉がしっかり味がついていて、白米も食べられちゃいそうなぐらい、いや、すごく美味しい味付けでした。辛さ的に言うと麻婆豆腐の方が辛いかなと思ったんですけど、いやでもあの麻婆もかなりご飯が進む濃い味付けでね、いやとっても美味しかったです。辛さはもっと辛くしたりとか、もっと優しくしたりとかね、いろいろ調節もできるみたいなので、調節してみてください。それではすするの公式キャッチフレーズ、ユンリンボ秋葉原店さん、かっこいい皿やー。